はい、格闘オタクニュースゾウの雑白で、今回はワン平田いつき VS ハムソフィの女子アトム級試合動画雑貨についてです。平田いつきちゃんはエロテロリストとして今まで6勝1敗で3つのデブ減量失敗、そして1つの欠席仮病があります。そんな中、前回は減量失敗しハムソフィ選手が試合を断ったため流れてしまいました。それでも平田いつきちゃんは早くマックが食べたいなど、かなりアンチやファンを煽るような挑発的な態度をとっていました。ただそこまで追い込んだだけあって、今回はようやく減量を成功しました。ただ計量成功というのは最低限の最低限の最低限の話なんで、できた当たり前です。ただここで快挙達成みたいな雰囲気が流れていました。そしてハムソフィ選手というアトム級のトップレベルの選手とようやく戦うことになり、どこまで通用するのか、どれぐらいレベルがあるのかが注目される戦でした。平田いつきちゃんはいわゆる柔道アスリート、柔道のフィジカルと柔道の寝技を使って今まで勝ってきました。日本内ではもう技術云々の前にフィジカルで勝ってしまうので、余裕で今までこなしてきました。ただワンに上がる選手はフィジカルもついてきている選手も多いので、今回のハムソフィ選手は見た目ではやはり平田いつきちゃんの方が一回り大きいのですが、イーブンとまでもいかずとも互角に戦える体格です。そうなってくると技術対技術になってきます。そこが見どころでした。そして1ラウンド始まりました。サウスポーのハムソフィ選手、オーソドックスの平田いつきちゃんです。平田いつきちゃんとしては組んでから投げ、組んでから投げからの寝技しか勝つ方法はありません。であれば自分から被弾確保でプレッシャーをかけ、打撃を打ち、打撃を打つと見せかけてからのタックルしか勝機はありません。ただ1ラウンド始まったら初っ端からハムソフィちゃんがプレッシャーをかけ、ずる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 平田いつきちゃんは後ろに下がるだけでした。そしてハムソフィ選手の左ストレートと左ミドルを打っていき、いわゆる長い攻撃、ストレートとミドルという長い攻撃で当てていきます。なぜ長い攻撃しか打てないかというと、長い攻撃だと平田いつきちゃんがタックルに入っても切れるからです。これをいわゆるフックやアッパーのショートレンジで戦ってしまうと、タックルや脇を刺された四つ組になってしまうので、ハムソフィ選手は前手ので出しながら距離をちゃんと取り、左ストレート左ミドルを打っていき、タックルに来たらちゃんと切る、で切って立ち際にキアの攻撃をまとめる、シンプルな平田いつきちゃん対策をしてみました。そうしたところ平田いつきちゃんは全く打撃は打てず、最初にいやいやミドルの中前蹴りを切ったんですが、2回ぐらい蹴ったんですが空振りしました。正直サウスポー対策は当たり前ですが、右のストレート、右のミドル、これを打たないといけません。そして右のミドルと右のインローを散らして右のストレートを打ち、そして打ち合いになったところでタックル行く、これがセオリーです。ただ平田いつきちゃんはほぼ自分から攻撃はせず、ただただタックル行くだけでした。最低限右のミドルぐらいは打たないとプレッシャーをかけれないんですが、それすら知りませんでした。おそらく右のミドルを打てるぐらいの技術がないのでしょう。というのも寝技になったら五分になるので、多少バランスを崩してタックルに来られたとしても寝技では問題ないので、どんどん右のミドルは蹴っていくべきなのですが、それをしない平田いつきちゃんで、そのまま1ラウンド終わりました。そして2ラウンドも同じ展開です。ハムソフィちゃんが前蹴りちゃんと距離を取り、左ストレート左ミドルを的確に当てていきます。でタックルを切り、立ち際にパンチをまとめたり膝を打ったりしていきました。ただ一回スクラムの中でハムソフィちゃん上を取って攻めていこうとしたところ、平田いつきちゃんの方がやり返したのはあったのですが、やはり寝技と組み技ではフィジカルと柔道好きに勝る平田いつきちゃんは上なのですが、ただハムソフィちゃんはもう普通に防御してそのまま立つことができました。ハムソフィちゃんとしてはもう別に寝技で攻めずとも防御さえできればいいのです。それ立ってまた打撃でプレッシャーかけていく。そして3ラウンドまたまた同じような展開です。全く攻めてこない平田いつきちゃん。平田いつきちゃんもタックルしか来ないので簡単です。アウトボクシングで前手で距離を取って左ストレート、左ミドルをコツコツ打ち、そして来たところにタックルを切る。それだけでいいのです。そしてどうにかこうにかスクランブルに持ってこれた平田いつきちゃんですが、頑張って攻めてはいくのですが、ハムソフィちゃんに全部寝技、組み技で防御され、コツコツ逆に軽いパウンドを打たれ、最後の方も平田いつきちゃんは捕まるだけで何もできず打たれ放題でした。そして3ラウンドが終わりました。もう完封と言っていいでしょう。ハムソフィちゃんが3ラウンド完封でほぼ打撃も当たっておらず、寝技の展開も背中がつくこともなかったので、まあ完全勝利と言っていいでしょう。やはり試合の前の減量が一つの勝負だったのですが、ここで勝負しているようじゃ誰にも勝てません。もうキングレイナと平田いつきちゃんは AV か女子プロに行けばいいのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ明日10時からライブ配信ご覧ください。今日はクラッシュディープ、明日は UFC パンクラス等々ありますので、またライブ配信の時に話します。それではさよなら。